今回は顔面への首頭打ちや一部のタックル、後ろ首絞めなどを認めたユニファイドルールを採用した初の試合になります。技が深くかかっています。肘当て呼吸投げ、一挙、小手返し、連投法と、ここで田村選手が非常に鮮やかに技を決めました。田村選手が逃げる相手に対し非常にうまくコンビネーションで追い詰めています。試合では相手は素早く逃げますので、的確に技を切り替えてかけていく必要があります。横面打ちが決まりました。新しいルールにつき、まだ顔面への手刀打ちの間合い感に慣れていない様子は見受けられますが、繰り返し取り組んでいくことにより技術は向上していくと思っております。合気道技の素早い攻防が繰り広げられています。清水選手が回転投げを仕掛けています。しかし平賀選手も必死に粘る。肩を決めてひっくり返そうとする清水と粘る平賀、回転投げから、小手返しに入っています。清水選手なかなか鮮やかに技を決めています。小手返しから、連攻法を狙っているように見受けられます。現在肘当て呼吸投げですね、肘当て呼吸投げから一挙へ変化しました。相手が回転して逃げたので、ここから清水選手が横に回り、連攻法を狙っているように見受けられます。連攻法をかける清水、粘る平賀、一進一退の攻防が続きます。切り返して小手返しに切り返しましたね。しかし少し隙間が空いてしまったため回転して逃げられてしまいました。手刀の相打ちはノーポイントです。相手の攻撃をさばいて技に入るのが大切なので、相打ちはノーポイントです。正面打ちも使いこなすとなかなか強力です。正面打ちや横面打ち採用により試合展開が非常にスピーディーになりました。合気道の試合では柔道とは違い、投げるだけでは一本とならず、投げた後に固めて参ったさせる必要があります。清水選手回転投げを仕掛けております。自分より大きい相手にも技がかかる、これが合気道の醍醐味です。回転投げ有効のポイントとなりました。逆手取りの第2強制が入っております。なかなかよく入っていくと思います。小手返しからインローですね。インローの崩しなかなかいいです。清水選手の飛び上段回し蹴りもなかなか面白いと思います。これは田村選手の小手返しか清水選手の肘締めか、ちょっと動画では判別がつかないですね。田村選手の小手返しを清水選手が切り返そうとしているのかもしれません。そして飛び込んでの正面打ち、なかなか面白い試合展開です。肘締めの崩しで崩そうとしたところをガードが開いた瞬間に上段回しを狙われました。パワーの田村、技の清水、なかなか面白い試合展開が続きます。肘締めですが取る位置が少々浅く決まりが、甘いです。田村選手はもう少し技を防いだ方がいいですね。入り身投げを仕掛けましたが手が下がった瞬間上段回しを合わせられてしまいました。清水選手少々打撃が多いかとも思います。横面打ちが入りました。合気道技と打撃はバランスよく使うことが重要です。顔が下がった瞬間に膝蹴りを小川選手が合わせました。肘締めですが少々位置が浅いです。もう少し深く入らないと決まりませんね。田村選手の後ろ倒しです。綺麗に決まりました。しかしその後の位置取りが少々良くないですね。清水選手も下段腕絡みに入ろうと、しています。田村選手ももう一度後ろ倒しか正面入り身投げに切り返しても良かったかと思います。試合というのは瞬間的にいくつもの攻防が行われるのでなかなか解説が追いつかない部分があります。しかしその素早い動きが試合の魅力だと思います。現在の映像は演武ですね。演武も合気道の伝統的な表現方法であり非常に破天荒でも重視いたしております。型で身につけた技をいかに試合や組手で使えるかということを破天荒では重視いたしております。今回のユニファイドルールでは正面打ちや横面打ちが認められますので、今後より一層合気道的な技を使えるようになると思っています。私と田村師範代です。肘当て呼吸投げが決まりました。肘当て呼吸投げから肘締めが決まりました。
技の瞬間的な切り返しの速さは大切です。肘締め崩しから小手返し、そこから肘当て呼吸投げから一挙から、小手返しを狙ったところを逃げられたので2オンザベリーからもう一回小手返しに入りました。もちろん演武ではなくガチの乱取りです。多分ですが田村師範代の肘締めを肘当て呼吸投げで返してから小手返しで決めて、そこから連行法につなげました。田村師範代の入り水木を肘締め崩しで崩して投げて、そこから、2強に来たのを肘当て呼吸投げで返して小手返しで決めました。ユニファイドルール採用により破天会はより一層実践的な令和の時代の新しい実践合気道になることができると確信いたしております。積極的に試合に参加していただいた選手の皆様には非常にありがたく思っております。またご支援ご協力いただきました皆様にも厚く御礼申し上げます。まだまだ未熟で荒も目立つかと思いますが努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。より良い実践合気道の実現を目指して。ご視聴ありがとうございました。